8日、東京レガシーハーフマラソン、10月15日の主催者が、出場選手リストを公開し、北京世界選手権1万メートル代表で前回大会日本人トップの村山健太、朝日加勢が招待選手としてエントリーされた。前回は村山健太が積極レースで日本人トップ、東京レガシーハーフ男子エリートの部には招待選手5人を含む81人が登録し、 1>, 1時間1分45秒のベストを持つ鈴木隆と SG ホールディングスや今年の箱根駅伝で青学大のエースとして肉2位と構想した近藤幸太郎 SG ホールディングスラガナを連ねた学生では中大、国学院大、順大、総大、総科大、東洋大の選手が出場を予定しており昨年の全日本実業団ハーフで1時間0分43秒をマークした松山和樹 東洋大、今年の箱根で極区,区間3位でチームに貢献した安倍洋樹、中大などが登録されている。女子では清田真央、鈴木、をはじめ29人がエントリーした。東京レガシーハーフマラソンはパリ五輪マラソン選考会の MGC と同日開催。国立競技場を9時50分にスタートし、日本橋や大手町を回る公認コースで行われる。